決勝トーナメント1回戦 FIFA ワールドカップロシア、日本はこのラウンド16決勝トーナメントの1回戦で強豪ベルギーとの対戦です。初めてのベスト8をかけた戦いです。赤のユニフォームベルギーのキックオフでゲームが始まっていきました。ここにセンターバックの庄司がまたサイドを変えた。ボールがこぼれてくる香川がシュート、左足。このゲームの最初のシュート、ファーストシュートは香川。ブラスコからムニエを使ってくる、身長差があるルカク、前を向かしてはダメ、シュートってきた。コーナーキックに変わりました。デブルイネ、メルデンス、そしてルカクシュート。長友のブロック入ってコーナーキック、そしてウィッツェル、このメルテンスも要注意です。コース少し変わった、危ない、腰も倒れている。一瞬ヒヤッとしました。これもマザールです。ルカクのフィジカルを使う、入ってきて左足シュート、パンチング川島。ミツェルがサイドを変えた、メルテンス、ルカクを狙う、コースが変わりました。ショートコーナー始まっています。遠いサイド、危ない、まだコンパに飛び込んでいった、まだあります。川島戻っている、危ないシーンでした。コンパニーが飛び込んでいきました。まあここちょっと慌てないところですね。左サイド使ってきた香川のところ、香川が前を向いた、チャンスなる、エリアの中入ってきた、切り返す、ヒール出して長友のクロス、シュート、乾のヘディングシュートはキーパー正面でした。ここからスピードが上がる、パスカットが出たんですが、あっとボールを奪い返された、後ろから行って、これはカードが出ます。坂井宏樹が動き出しているんですが、そこをつかず長友がフリーだ。長友が空いている、さあ中3人いる、長友カットインして右足シュート、コースが変わったか、あっと際どいところ、最後大阪コース変えましたが、惜しいシーンでした。さあ乾をまた使ってきた、やはり日本は左サイド活性化している。ここは勝負できるサイドだ、乾が行く、ゴールラインになっています。アディショナルタイム1分台です。ここで前半終了です。日本攻められる時間帯は長かったんですが、この前半の45分は強豪ベルギーを無失点に抑えました。後半は日本のキックオフで始まります。決勝トーナメントの1回戦、日本対ベルギー。ムニエから縦、メルテンス、もう一度ムニエのところ、よくついていた乾。素晴らしい。さあ柴崎、トップスピードで走っている原口、さあ原口前を向いてシュート、決まった、すごい、先制、日本原口、後半3分先制したのは原口、日本先制。最高の展開ました日本。もっとスルーパスを出してきた、シュート、アザール、ポストだ、助かった、助かりましたね。今これがしっかりつながればこういうリズム保てると思います。乾が中に入ってきました、ふわっと浮かす大阪を狙う、コンパニー弾き返す、香川ワントラップをする、乾のシュート、
く。メルテンスは右サイド、ムニエのクロス、ルカク、1m90cm のルカク、今大会4ゴール。酒井宏樹、ワンタッチ、そして出ていって酒井、クロスボール、詰めるシュート、原口のシュートは外れました。フェラーニが入ってきました。 1m94cm 昇進。そしてカラスコに代わってシャドリです。さあ上がってきてスルーパスを出してくる。フェラーニを使う、右サイドからクロス上げてきた、ナイスブロック、吉田、素晴らしい、素晴らしいです。高いボール合わせてくる、川島が出る、まだあります、川島が入ってしまった、入ってしまった、ヘディングシュートが決まりました。後半の24分、ベルトンゲンのヘディングシュート、2対1、日本のリードは1点に変わりました。ファールです。大迫のファールになりました。長友を使う、中大迫一人、いや、大迫飛び込んでいきましたが、コーナーキックに変わりました。アザール、右足を警戒、右足を切ってくれ、デブルイネ、デブルイネシュート、ナイスブロック、ナイスブロックです。コーナーキックに変わりました。ベルギー浮かせてきた、デブルイネは左を使う、アザール、アザールには大迫ついている、しっかりついている、左足上げてきた、シュート、同点だ、やはりフェラインになった。後半の29分、来ました、フェライニのゴール。千葉崎に代わってまず山口、そして原口に代わって本田、本田が入ってきて嫌なポジション取られてますから、長友、長友のクロス、香川、香川大迫呼んでいるが、本田が出る、本田、本田、シャドリシュート、まだある、まだある、ルカク、はじめました、スーパーセーブ、川島、香川も頑張る、ミドル打ってきた、まだあります、オフサイドですね、あ、オフサイドフラッグ上がっていた、あの左サイドのトライアングルまで来ている、香川、長友だ、いいボール入ってきた、クロス変わる、コーナーキックに変わった、ちょっとのところで遊びますね、長谷部のドリブルです、縦へ、大迫ファウル、無回転、さすがはクルトワ、そしてもう4人5人いきましたよね、罪にね、クルトワ出ました、このカウンター気をつけたい、さあカウンタースピードが上がる、デブルイネのスピードが上がる、デブルイネについていきたい、あー、フリーの選手が一人いる、長友がそこについている、ルカクスルーしてシュート、試合終了、日本敗れました。
初めてのベスト8の夢叶いませんでした。あと一歩まで追い詰めました。歴史的な瞬間は今回は訪れませんでした。しかし世界3位のベルギーを1次リーグ2対0とリードしました日本。堂々たるベスト16。